どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。まあちょっとね、増税やないやりあったりして、ちょっと私の方も最近少し忙しくって、まあとは言っても動画アップできないほど忙しいわけじゃないんですけど、まあ、何かね、新しいこと始めようみたいな感じまでちょっと手が回んないというか、まあ日々の動画作成だけで手一杯みたいな感じ。になっておりまして、やりたい水槽でね、やりたいこといっぱいあるんですけど、全く動きれない状況でございます。例えばちょっとパテモさんからもらったね、ちょっとチラ見せしますけど、これね、溶岩石買って、ちょっとね、ギミック的なそういうのちょっと考えてるんですけど、やっぱり時間があるんでできてないって感じですね。はい。まあちょっと、構想がめちゃくちゃある感じなんで、これはまたです、ね。はい。とか、あと、いきなりやっぱやらなきゃいけないこととかもね、いや出てくるんですけれども、だからまあちょっと、まあ日々のね、動画頑張っていくんですけど、まあなかなかできないということがありますね。で、その中で、今、悩んでる水槽ってもう、あれなんですよ、あれ。もう手がめっちゃ長いな。すげえ長いな、ほら。ふしょ、ふしょ、あれです。すげえな、シュッ、あれでございます。あの水槽めっちゃ汚れてて、で、まあ、レイアウト変更っていうか、もうリセットなんですけれども、ただリセットして新しくっていうと、やっぱなんか、一個の水槽、私の考えで一個の水槽を作るんであれば何かコンセプトをね、考えてやりたいんですけど、まあそういうわけにも、いかずというか、まあどういう風な路線で行くかも決まってなくて、ただめっちゃ汚れてて、汚れが日々出てるから、水作エイトをちょっとね、加工っていうか、何ですかね、追加機能を、私の持つ技術力を駆使して、追加機能をつけて、で、今、セットしたんですよ。で、前回の動画から数日経っているんですけど、数日、一週間も経ってないんですけど、もう目詰まりしちゃって、で、今日そのメンテナンスの動画をしたいと思いますね。メンテナンス動画です、今日は。はい。なので、ちょっと近く寄ってみましょうか。うん。ちょっと近くに寄りましたけど、ちょっと見えづらいんですけどね、ここに水作エイドがあって、はい、もうこれ加工して作った最終兵器ですね。凄まじい勢いで取れているんですけど、まあなぜかここだけ白いってことで、ここだけ機能してないってことですね。だから私のちょっと作りが甘かったっていうのもあるんですけど、ただね、これもうめちゃくちゃすごい取れてるんです今。ただ取れてる割には、まあちょっと見ていただくと分かる通り、いや、まだ汚いですね。もうこれしょうがない、しょうがないっす、もうこれはしょうがないので、これとりあえず今一応エア出てますけど、ちょっとメンテナンスを、まあさっきも言いましたけど、メンテナンスしたいと思います。で、どんだけ取れたか、私ほぼ前日に撮ってっていうんじゃなくて、当日撮って当日アップするくらいだから、今もう全然ストックないから、だからこの前の動画から丸々の日数だけ、ちょっと何日かちょっとまたテロップピンって出しますけど、んでどれだけ汚くなったか、はい、で、水作エイトやっぱすげえなっていうのはもう2回目ですけど、ちょっと見ていこうかなっていうふうに思っています。じゃあ取り出します。よし、ちょっとまずブクブクを取って、ブクブク取って、よし、あげます。よっ、うわ、もうここの時点で汚ね汚ね汚ね、うわわ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 、よし、うわ、もうこれ結局スポイトだよね、あとはちょっとスポイトで取ります。はいはい、
じゃあこれちょっと今開けていこうかと思うんですけど、通常はねこれ作るときにこうやって作ろうとかああやって作ろうとか言うじゃないですか。これ逆ですね。もうやった後に解体しながらこう作っていったっていうパターンです。あの逆再生パターン、逆再生パターンでちょっとやっていきたいと思います。でまずじゃあ解説していくと、止めてあるのはセロハンテープです。あでもセロハンテープは今の衝撃でもうあれですね。はい、これね絶対こ低評価つくパターンですよね。こんなんやんじゃねえみたいな。でもう一個も、ありますね。これちょっと外します。よいしょ、でもこれで大丈夫です。あのやっつけなんでちょっと外してみるか。うわ結構取れてんな。一応ねただここをこのねペットボトルこう切って、でここにねパンチで穴開けました。パンチで穴開けた。でもこのパンチで穴開けたよりも僕がこの切ったこの雑な感じが多分ここの雑に切ってるからここにね隙間が空いてこっちのが多く入ってきてますね。うん、だからこの丸必要なかったかもしれないです。うん、雑がいいかもしれない。でちょっと一個ロザイ出てきてますけど、ロザイでスポンジをこういう感じで、こういう感じで入れてみます。はい、でペットボトルを逆さにしてましたね。逆さに入れて、でこれをここにこうやってました。こうやってた。でここにまあねウールマットがこう巻いている状態ですね。でロザイとロザイと、うわこれが一番汚れてるな。で一番上にまあここにこうやって入ってる、ただ入れたっただけなんですけど、うん、ここにこうやって入ってた。うん、で結局水作8はもう全部が全部取ってくれるわけじゃなくて、やっぱ少し逃げていくやつがあるんですよね。この上から吸い取ってもここで引っかからず逃げていくやつを最終的にこいつでキャッチしようと思ったんですけど、これが一番取れてるかもしれない。結局いかにスルーされていたのかっていうのが分かりますよね。うん、はい、これいっぱいになっちゃったな。よいしょ、こう思うと水作もすげえな。開けます。ちょっと開けますか。じゃあ開けます。いぜよっ、してるって言っていいのかな。でこの下ももうパンパンに詰まってます。うわちょっとこれ一回洗いますね。手軽さはメンテナンスの手軽さありますよね。うん、まあこれだけでも結構取れてるな。
もうすすぎ洗いで結構いけますね。うん、落ちてる。これちょっとコアなんです。コアの分入れてないんですよね。うん、ちょっと。あ、これ洗わなきゃ。はい。よし。じゃあちょっとまた朝日スペシャルちょっと組み立っていきたいと思います。今度はこうで、でここにも穴開けてあるんですよ。ここにもね、水作8でも全部取りきれないから、取りきれないやつをここで貯めて、さらに下に行ってもう一回ある時に2度回収するという、はい、そういうシステム。たださっき見てたらこっちの上の方が取れたんで、逆にこれをちょっと多めに入れて、ここを多めに入れてこうしますんで、下は少なめ。もしここ穴開けて、あ、やりすぎた。穴開けて入れて、入れてこうで、でこれ炉材をよし、まあこれ詰めて、でこうです。まあここら辺がね、私のいけないところなんですけど、セロテープ、てってれー、できました。はい、で、まあ解説すると、さっきのね、ここのペットボトルを裏返したじゃないですか。だから、水流を止めるのは、あくまでここであって、で、ここでこう逃げてくから、ここで逃げてくじゃないですか。だから、水作ヒートはもう、なんていうの、力を 100% 出してる状態なんですよ。うん、100% 出してる状態で、で、止まる。でも、止まって行き場がないやつは、また、こう下に戻ってきて、こういうとこから排出されたり、こうやって登っていったりするから、ここ 100% で、あと残りはの力でここで回収していくという、はい、でこっからもね、水流が生まれたり、この中をじゅんぐりこう回ってったりっていうのの、はい、今の説明で分かりました。で、見た目は30点じゃあちょっとセッティングしてみましょう。いや、これ取ってくれ。これ予想以上に空気の流れが悪いですね。ちょっとあの微調整します。ちょっとだけ手直しました。ここを少し上げました。で、まあ水流がちょっとだけスムーズになった分、まあすり抜けていくかもしれないですけど、まあ、はい、
いやいや、でもこれもうね、これをもう何回何週も繰り返してちょっと最終的に綺麗になるのかやってみます。うん、やってみます。はい、まあ正直無駄だと思うんですよ、こういうことはね。無駄だと思います。はい、だって水替えした方がいいですし、何をやっているのって感じなんですけど、その無駄なことにこそにこ無駄なことにこそ無駄なことにこそ何かいろいろな発見ができるかもしれないので、うん、まあ、何も生み出さないこともありますけれども、ただそれ考えるっていうことがね、やっぱ重要だと思いますんで。あ、ということで、まあ、何やってんだっていう方もいらっしゃるしと思いますし、いや、あんまりこういうの好きじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、はい、でもまあちょっとそのちゃんと本当にね、作るときはがっつり作りたいんですよ。がっつり作りたくて、でもその時間がない。でもあのこの水自体は全然調子いいから、あの緊急性がないっちゃ緊急性がないんですよ。ただ汚いだけだから、まあちょっとこういったねお遊びもちょっとできるかなっていうことなんです。まあ次これまた汚くなったら少し取り上げるか取り上げないかちょっと分かんないですけど、うん、まあ希望としてはこれを何回か繰り返してまあ綺麗になるっていうのは希望ですけど、その間に私の手が空いてこれをね完璧に作れるようになったら、またそれはそれであの今度はねちゃんと綺麗な水槽を作りたいと思いますんで、今ちょっとこういう感じになっています。はい、ということでご視聴ありがとうございました。いろいろ汚いこともね、やっぱアクアリウムやってるとありますんで、まあこういう動画も私の動画ということでチャンネル登録いただければ幸いでございます。はい、あと今回の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントね、コメントも待ってますのでよろしくお願いいたします。ということでお送りしたのは朝日でございました。じゃあ